すみません。あなたがレプリカだと聞いて、どうしても兄のことを話しておかなければと思ったんです。何？何の話ですか？どういうこと？兄がなぜフォミクリーの技術を生み出したのかです。それ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 めっちゃ聞きたい。今でも覚えています。あれは私が不注意で大切にしていた人形を壊してしまった日のことです。どういうこと？その時兄はフォミクリーの元になる術を編み出して人形の複製レプリカを作ってくれたんです。へえ、なんか優しいやん。兄が9歳の時でした。天才か？信じられねえ。元は人形を直してあげたかったっていうところから始まったってことか。そうですよね。でも本当です。普通なら同じ人形を買うのに兄は複製を作った、うん、その発想が普通じゃないと思いました。なるほどね。普通じゃないってそんな言い方。なんかルークマジでお前すごいな。今でこそ優しげにしていますが、子供の頃の兄は悪魔でしたわ。ね、どういうこと？大人でも難しい不術を使いこなし、害のない魔物たちまでも残虐に殺して楽しんでいた。やばー！天才型サイコパスってこと？兄には生き物の死が理解できなかったんです。あー、なるほどね。そんな風には見えないけど。確かにね、今はね。兄を変えたのはネビリム先生です。ネビリム先生はセブンスフォニムを使えるヒーラーでした。あ、直してもらったってこと？兄はセブンスフォニムが使えないので先生を尊敬していたんです。そして悲劇が起こった。でもネビリム先生ってなんかジェイドに殺されたみたいな噂なかったっけ？セブンスフォニムを使おうとして兄は誤って制御不能の不術を発動させたんです。うわー、そういうことか。兄の術はネビリム先生を害し家を焼きました。マジか。殺しちまったのか。その時はかろうじて生きていました。兄は今にも息絶えそうな先生を見て考えたのです。それでフォミクリやったってこと？今ならレプリカが作れる。そうすればネビリム先生は助かる。はー、なるほどね。兄はネビリム先生の情報を抜きレプリカを作成した。でも誕生したレプリカはただの化け物でした。本物のネビリムさんは死んだんじゃないの？亡くなりました。そりゃね。その後兄は才能を買われ軍の名家であるカーティス家へ養子に迎えられました。しかも養子なんだ。多分兄はより整った環境で先生を生き返らせるための勉強がしたかったんだと思います。でも今は生物レプリカをやめさせた。どうして？ピオニー様のおかげです。恐れ多いことですがピオニー様は兄の親友ですから。なるほどね。そうか、ピオニーって。いや、どんなやつなんだろう、気になる。でも本当のところ兄は今でもネビリム先生を復活させたいと思っているような気がするんです。あ、そんなことないと思うけどな。すごいね、ルークめっちゃかばうやん。そうですね、杞憂かもしれない。どうなんだろうね。それでも私はあなたが兄の抑止力になってくれたらと思っているんです。え、レプリカだからってこと？話が長くなってしまいましたね。聞いてくださってありがとうございました。なんかさ、人間って感じ。なるほどね。こりゃジェイドの口からは絶対話さんわ。ネフリーから話を聞きましたね。ああ、怖い。聞いてない。聞いてないし別に。悪い子ですね、嘘をつくなんて。怖いよ。なんでバレたんだ。まあいいでしょう。言っておきますが、私はもう先生の復活は望んでいません。そうなの？本当か？本当にか？うん。理由はあなたが一番よく知っているでしょ。私はネビリム先生に許しを乞いたいんです。自分が楽になるために。なるほどね。
でもレプリカに過去の記憶はない。許してくれようがない。はあ。ジェイド、私は一生過去の罪に苛まれて生きるんです。なんか似てるな、ルークと。罪ってネビリムさんを殺しまったことか。うん、そうですね。人が死ぬなんて大したことではないと思っていた自分かもしれません。あー、でジェイドはもう今変わったんだ。俺だってレプリカを作れる力があったら同じことをしたと思う。ちょっと待って、ルーク、お前優しすぎでは。お前すごいな。やれやれ、慰めようとしていますか、ルークなりのね。いささか的外れですが、ま、気持ちだけいただいておきます。なるほどね。それよりこのことは誰にも言ってはいけませんよ。いいですか。わかった。約束しましたよ。ミュウ、この間のネフリーさんの話どう思う。ミュウに聞くの。ジェイドが自分で殺してしまった人、ネビリム先生を作り出すためにレプリカの技術を作り出したって。ミュウ、難しいことよくわかんないですの。わかんねえよな。そっか、悪いな。なんか誰かに聞いておきたくて。なるほどね。誰にも話さないと約束したでしょ。この調子では誰かに話してしまいそうですね。まあいや、話さない、絶対大丈夫。ミュウも絶対ですの。果てしなく不安ですが、誰かに話してもどうしようもないことはルーク自身がよくわかっているはずですしね。まあね、うん、やっちゃいけないこと、やっちまったこと、その言い訳を誰かが教えてくれるわけじゃないし、言い訳を探しちゃダメなんだよな、ルーク。過ちを隠すための言い訳などに力を入れてしまうと、人はどんどんそちらに流れてしまう。一番簡単で一番難しいことですが、受け入れなければならないことをきちんと受け入れなければ。はいですの。いい返事です。もし話した時にはきついお仕置き、これもわかりますね。ああ、はいですの。なんかもうすごい顔して見てた今。なんかなんだろうな。なんかさ、ルークが成長してることにも感動したし、何が一番ビビったって、あのジェイドと心穏やかに会話してたことが一番びっくりした。なんかやっぱりさ、自己開示が足りなかったんだって。まあでもな、ジェイドの話はな、これはね、自分から言い出せないのもわかるな。